おのれそう前向き YouTube。 どうも、夏真っ盛り、まもなくですね、暑い夏、これもいいもんですね。さあ、初中見舞い続編と参りたいと思います。はい、じゃあ、続いてはですね、まずは風鈴を描いていきたいと思います。このように、いやいや、こういうふうにちょっと、なんていうんですかね、工程書くと月みたいな感じですけど、ここにこういうふうにして下までね行っちゃってもいいのかなって思います。こんな感じでプリンの骨格が出来上がりました。はい、そしてここもこの我らがこの水水墨ナスコンを使いたいと思います。先ほどのナスコンでこうふわっとこういう感じでちょっと色をねささっと、はい、もうこれで完成です。で、この初中見舞い、次は、とっても描きやすいささやきペンを使ってまいります。ささやきペンはこれは、黒がすごく濃いのが特徴です。ですから非常に滑るように描けます。ささやきペン、いきたいと思います。はい、よろしいでしょうか。ここでこの風鈴と並行してどういう形でもいいですね。これシャッシャッと書いてもいいですね。はい、まあこれ見ていていただければお分かりの通り、初中、そしたらお見舞い、このお見舞い、これ一直線でね書いても面白いかなと思います。お見舞い、そしたら次に申し上げます。大体こういう配置ですかね。はい、細い文字で書いてみます。そしたらこの風鈴の下のところに、令和3年聖火と、こんな感じで、描くのもいいんじゃないでしょうか。はい、でこの感じがガラス瓶のようなガラス細工の風鈴ギアマンですね。そんなような感じになってると思います。はい、よろしいでしょうか。お客様にご案内申し上げます。よろしくお願いします。己の心を、己の心を、己の心を、